しがらないで、もじもじしないで、おねんねね。あらまあ、どうして？けどでも、わかるけど男の子でしょ。だからね、こっち向いて。やれやれ、これでは焼け石に水でガスよ。なまじ少しばかり食うとかえってつらいでガス。うん、ビトビト、あもう一生にいいから一度、いや二度、待て待て、あの三度でいいですからね。腹いっぱい食ってみたいでガスな。ビトンと、うん、毎日毎晩食い物探し、いやだいやだ、まったくもういやでガスね。ビトン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 。いつもながらママの手作りの料理最高だね。ごちそうさま。あら、ムーミンたらまたこんなに残しちゃって。だって僕の嫌いなものばっかりなんだもん。ムーミン、それは贅沢というもんですぞ。贅沢？そうですよ、世の中には食べたくても食べられない気の毒な人だっているんですからね。無理に嫌いなものなんか食べなくたっていいじゃないか。そんなことしてたら飢えて死んでしまいますよ。パパ、飢えるって何のこと？ムーミン、僕だって飢えないためにここで釣りをしてるのさ。嘘だい、いつか釣りは趣味だって言ったじゃないか。確かに言ったよ。ここでこうしてると心が落ち着いてくるからね。好きなことをしながら食料が手に入る、こんな素晴らしいことはないと思わないかい、ムーミン。君にはおそらくわからないだろうな。でも砂付近だって飢えたことないんだろう。ないとは言わない。飢えを知ってればこそ僕は二度とそうなりたくないと努力するだけだよ。飢えるって怖いこと？ねえ、スナフキン。怖いかどうかは、やはりムーミン自身が経験しなければならないんじゃないかな。飢えからどうしたら逃れられるかについてだったら、僕もムーミンと一緒に考えてもいいと思うんだが、どうだね？ちょっと思いつかれましたね、パパ。忘れていたわけじゃないんだけどね。はあ、いやはや、ご先祖様たちに全く申し訳ない。やだ、ムーミンったら、思い詰めてバカなことしちゃダメだ。そうだよ、ウエルってお腹のすくことに決まってるじゃないか。笑っちゃいけないわ、ムーミンは真剣よ。ちょっとちょっと、ムーミンったら、ねえ。あら、
には空がある。やあ、おかえり、ムーミン。わあ、大きなスプーン。すごいね、パパ。そりゃすごいさ。我がムーミン家の家宝だからね。このスプーンを持つ者は一生植えることを知らないと言い伝えられてる品物なんだよ。この植えないスプーンのおかげで、ムーミン大の住人みんなが飢饉や干ばつから助かったことがあるそうだ。ああ、もっとも何十年何百年も前の話だがね。お腹の空かないおさじなんだね。まあそんなとこだな。今朝ムーミンがあんなことを言い出したもんだからね、このスプーンの手入れを思いついたってわけさ。まぶしい、とんとんってそうは問屋が下ろされた。ああ、もうあるところにあるもんでかすな。しかし植えないスプーンとはまた便利なもんだね。やっと終わったぞ。ああ、ピカピカになってお疲れ様でした。さてと。ムーミン、もう遅いのよ。おやすみなさい。はい、ママ。ああ、私もベッドに入るとするか。なんだか疲れたよ。今日はずいぶんスプーンをきれいにしてくださったんですね、パパ。助けて。ムーミン、嫌いなものでも食べるんです。やめろ。待て。助けて。さあ食べるんだ。夢だった。だけどひょっとすると嫌いなものを食べさせられるのはあのスプーンのせいかもしれないぞ。なんだろう。あ、スティンキー。いや、ご同輩、あのかような深夜に訪問して恐縮でがす。よろしかったらちょっと我が輩とお話を。今行くよ。あ、そう。ダメだよ、あんな大きな声出しちゃパパとママが起きちゃうじゃないか。いや、どうも、我が輩としたことがこれはとんだ失礼を。で、秘密の話って何？あ、いや、ムーミン、お願いというのは他のことではないのでガス。例の植えないスプーンってやつを小生にちょいとばかり貸してはくださらんかな。え？あのスプーンを君どうして知ってるの？いや、ムーミン谷のことは小生たとえどんなことでも知ってるでガスと言いたいところだが、さっきとっくりと拝見しまったってわけさ。ほれこの通り、我が輩は日がない一日飢えてるでガス。だって君の住んでるお寂し山には食べ物はいくらだってあるんだろう。それが素人考えってものさ、ムーミン。我が輩の大ぐらいはムーミン谷でも有名でガスよ。知ってるよ。普通の人の一週間分を一日で食べちゃうんだってね。あまり自慢できる話じゃないでガス。どうでガス、我が輩の頼みね、聞いてくれるでガスか。植えるって辛いことだろう。ああ、そりゃもうあなた。オッケー、貸してあげるよ。ちょっと待ってね。ありがてえ。持つべきものは友達であんすな。ビトーンビトーンドン。あ、こんなことしてるとまた腹が空いてしまうでガス。ビト、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 ビト。なくさないでね。あ、来た。とっとっと。よいしょ。あ、悪いな、ムーミン。なーに、困ってる時はお互い様だよ。本当は僕このスプーン嫌いなの。あら、もったいないことを。これで明日から腹いっぱい食うことができるでガスよ。僕は嫌なもの食べなくて済むかもしれないよ。じゃあお互いの幸せってやつでガスな。ほんじゃ、マムーミン、ビジトン、ビジトン、ビジトン。
あ、ステーキ。なるべく早く返してね。アイナ。パパ、おはよう。おはよう。あらま、ごゆっくりですこと。ちょっと気がかりな夢を見たもんだからね。え、どんな夢ですか？まさかとは思うがね、花宝のスプーンが物入れから消えてる夢なんだよ。まあまあ、でももしそんなことになったら大変ですね。ママ、ライスのスプーンが消えた。ママ、どうしましょう、パパ。えらいことになったな。誰かに盗まれたのかもしれんぞ。困った、困った。パパ、私、ヘムル所長さんお呼びしてきますわ。ちょっと行ってきますから。あのね、パパ。ゆうべここへきちんとしまったことは確かなんだが、指紋もなしか。果ても奇怪な事件じゃて。もし仮にだ、誰かが盗んだとするならばだ、近頃まれに見るたちの悪い犯罪ですぞ。嘆かわしい。この平和なムーミンダリにこともあろうによその家の家宝を盗み出すような不心得者がおったとは。いやー、全くこのヘムルの不徳のいたすところ。いいえ、とんでもない所長さんのせいじゃございませんもの。そうですとも、所長さん。いやー、そう言われると実になんともかたじけないが、時に昨夜何か妙な物音を聞いたというようなことはありませんかな。さあ、私は何も聞きませんでしたが。私もぐっすり眠っておりましたから。ムーミンはどうかな。ムーミンどこが行ったんだろう。おかしいですね、今しがたまでここに。ムーミン、ムーミン、ムーミン、あら、いないわ。どこ行ったのかしら。あら、パパ、パパ大変。パパ、ママごめんなさい。犯人は僕なの。スプーンがなくなれば嫌なものを食べなくて済むと思っていた時、スティンキーが来たのでスプーンを貸してやりました。すぐ返してもらってきます。なるほど、やれやれ、これで事件は落ち着きましたな。いや、恥ずかしい。あれがそのムーミンの仕業だったとは。子供ってもな、時々考えも及ばないことをしでかしますからな。なんです。息子でも許しがたいことです。動機はどうあれ、先祖からの贈り物である家の宝を軽々しく持ち出すとは、家宝というものは言ってみればその家の歴史みたいなもんだ。歴史を軽々しく扱う者に歴史を受け継ぐっていうことはできません。パパ、これはどうも失礼いたしました。ムーミンに言うべきことを。いや、事件はわしの手を離れましたら、この後の解決はムーミンパパがやってください。んじゃ、どうもすいませんでした、パパ。ムーミンに力を貸してやらなくていいんですか。そんな必要は毛頭はありません。あの子はムーミン家の息子として一人で責任を取らなければならんことを知っております。ステンキー、ステンキー、出てきてよ。パパ、お出かけですか。その散歩にちょっと。行ってらっしゃい。何もこんな時散歩なさらなくてもいいのに。スティンキーですって知らないわよ、ミー。あれ、僕もだよ。最近会ってないんだよ。いや、そうだろうね。さあね、わしもついぞ姿は見かけんな。何かあったんですかな、ムーミンパパ。いや、その、では。スティンキー、
知りませんわ。お役に立たなくてすみませんわね。そんな、じゃあ三村姉さん、ステンキーを見かけませんでしたか。三村姉さんはご存じないんですって。なんだ、ママもここへ来てたのかね。パパごめんなさいね。パパが散歩にお出かけの時、パパってなんてのんきなんだろうって少しだけ恨みましたのよ。ムーミンはひょっとするとあそこへ行ったのかもしれんぞ。あら、どうしましょうパパ。お寂しい山にはまだ雪が残っていてとっても危ないんですよ。大丈夫だ、ムーミンは無事に帰ってくるさ。私たちのムーミンだもの。何だろう。調べてみる必要があるな。スティンキー、お腹すいた。昨夜から食べ通しでやんすからね。10日分はたっぷり食べさせていただきやんしたよ。ビトーンと。ではさっぱりしたデザートでもいただくとしますか。見て、この石がデザート。冗談でガシをなんかの間違いでやんすよ。メソメソ、ムーミンを頼んだよ。また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 だ。どうなっちまったことだよ。いや、アリキビトンと大事にやめてガス。危ない、スティンキー、こちらにいるんだ。出なくなったんでやんすかね。こういうスプーンは怠け心を起こしたり満腹したものには用をなさなくなると聞いたことがある。おそらくそれだろう。
あーやりやりだ。これで一生食料探しをしないで楽に暮らせると思ったのに。ほらほら、それが怠け心というものさ。出たわよ。ほら、この通り飢えた者にはちゃんと用を果たしてくれるだろう。いらない。あんじゃいただく。持ってない持ってない。よう、所長さん。もう、君たちだったか。今頃どちらへ？いや、何？頂上で妙な光を見たもんじゃからな。ああ、それでしたら犯人はこのスプーンですよ。ん？なんじゃ、これが光っとったんか。よかったよかった。まあ、ムーミン、お腹が空いてたのね。ムーミン、上がどんなに辛いか分かったでかしょ。ああ、この食い方。こんな美味しいもん初めてだよ、ママ。何言ってるの？ムーミンがいつも嫌がって食べなかったものばっかりじゃありません。これが？これじゃいいわ。それでいいんだよ、ムーミン。たとえ嫌いなものでもちょっとしたことで食べられるようになるものさ。じゃあ僕はこれで。まあまあ、すっかりご迷惑をかけてしまって。では私どももこれで失礼するとしますか。おやすみでゲス、ムーミン。おやすみなさい、スティンキー。おやすみなさい、所長さん。待ってくれたまえ、スナフキング。スナフキング君、私のやり方は間違っていたのだろうか。私なりには探していたんですが、もし君が見つけてくれなかったら、ムーミンは今頃。いや、本当にありがとう。人の好みは千差万別だと思います。もし全部の人間が同じものを食べ、同じものに感動し、同じ本だけしか読まなくなったとしたら、僕はそんな世界は味気ない、つまらないものだと思います。おやすみなさい、ムーミンパパ。ビトンビトンビトンとムーミンパパ。あのムーミンパパ、あのスプーンは家宝と聞きましたが、我が輩に譲っていただくわけにはいかないですかね。あの、やっぱりダメでしょうな。そんじゃビトンでゲス、ビトンドン。けど男の子でしょ、だからね。